ムルクのアイブロウペンシル世に広め、男性の眉毛をアップデートしたいと思っております。これをじゃあこうやって使いなさいって言われると、はい、嬉しいやろな。絶対こんなには100%売れない。ブランドっていうのは誰かが誕生させて、誰かが名前を付けて、で誰かが愛情を込めて、理想をずっと語ってるんですね。現実ってめちゃくちゃ難しくて、自分とこの子があんなこと言ってくれたら僕絶対泣いてます。サロンの虎。それでは志願者の方、中へお入りください。どうぞ。失礼いたします。よろしくお願いいたします。お願いします。2名の新しい虎を迎えた今回、それぞれの思いが交錯する。それでは自己紹介をお願いいたします。はい、福本沙耶香、26歳、東京都から参りました。メンズコスメブランドのムルクで商品開発を担当しております。今回の希望金額を教えてください。今回希望金額はございません。続きまして、希望のカードは。今回はコネクションカードを希望いたします。今回の提案コンセプトを教えてください。ムルクのアイブロウペンシル世に広め、男性の眉毛をアップデートしたいと思っております。サロンの虎とは、美容をテーマに繰り広げられるリアリティ番組。マネーは一束10万円、希望額に達した場合のみ成立し、後日での交渉権を得る。また様々な権利を得られるカードが存在。直接のコンサル権を獲得するコンサルティングカード、業者や人脈の提供を受けることができるコネクションカード、虎側がビジネスオーナーとなり取り組むグループインカードの全3種類。志願者は全種類のカードを希望可能。虎は1人1枚ずつ所持し、好きなだけ出すことができる。社員という立場での挑戦となる今回の志願者、狙うはコネクション。5名の虎を落とせるか。それではビューティーファンディングスタート。経歴を教えてください。はい、2017年に、大阪の美容専門学校を卒業後、 ELC ジャパン株式会社に入社し、百貨店でメンズコスメの接客販売を行っておりました。その後、昨年の10月に株式会社アルファブルに入社した後、メンズコスメのムルクというブランドで商品開発を担当しております。それでは今回の事業プランについてお聞かせください。こちらのメンズコスメのムルクというブランドの主力商品、アイブロウペンシルがあるんですけれども、こちらの方を世に広め、男性の眉毛をアップデートしたいと考えております。そちらの方法として、美容室ですとか眉毛サロンに卸として販売していただくっていうところと、あとは美容室のメニューとしてアイブロウを加えたメニューを導入していただくっていうところを考えております。眉毛サロンの方でワックス脱毛とかそういったものがあるかと思うんですけれども、その仕上げにアイブロウペンシルを使っていただくことで、商品とサロンとの相性がすごくいいと考えているので、そこからお客様への販売につながるかなっていうところ、あと美容室の方では眉毛カットっていうものがメニューとして導入されている店舗も多くあるかと思うんですけれども、その眉毛カットに加えて描いて仕上げるっていうところまでメニューとしてすることによって、よりお客様の満足度も上がり、商品も広めることができるのではないかというふうに考えております。ムルクのこちらのアイブロウペンシルなんですけれども、あ、よかったら皆さんにも手に取って見ていただければ。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。すいません、よろしくお願いします。こちらのアイブロウペンシルなんですけれども、まずシンプルなデザインというところで、男性のバッグとかそういったところに入っていても邪魔しないっていうところ、洗面台とか部屋の中に置いていただいてもおしゃれなデザインっていうところで、普段メイクアイテムになかなか慣れていない男性でも使っていただきやすいようなデザインっていうところにしています。で、皆さん今実際に手に取って試していただいているかと思うんですけれども、芯の方が固めの芯を採用しているので、男性の方はメイクに慣れていないと結構力が強く入ってしまったりですとか、そもそも男性と女性を比べると筆圧が濃いっていうところがあるかと思うんですけれども、女性用のものとかだと使っていて折れてしまったりっていう声とかもあったんですが、折れにくいようなものになっております。芯の方を見ていただくと、涙型っていうふうに呼ばせていただいてるんですけれども、細い部分と太い部分が
涙型で細くも描けるし太くも描けるっていうところで、この尖っている部分を使って眉尻の方細かく描きたいところ、強く色を出したいところを描いていただいて、で全体の部分を使って眉頭軽く色をのせるっていうような風にできるっていうところになってます。あとはこちらの反対の方にはブラシがついていて、まあ、こういったものも市場にもある製品かと思うんですけれども、描いていただく前に毛流れを整えていただいたりですとか、男性の方慣れなくて失敗っていうこともよく起こってしまうかと思うんですけれども、こちらを使っていただくことで消していただくこと、ぼかしていただいたりっていうこともできるので使いやすくなっております。あと、今手に取っていただいているものが、今回グレーのものをお渡ししているんですけれども、あとグレーとダークブラウンの2色の展開になっておりまして、でなかなかその市場に今まであったものとかっていうのが女性用のものとかだとダークブラウンとなっていても実際使ってみると明るいっていうものとかも多いっていう声をいただいたんですけれども、男性にも使いやすい色っていうところもこだわっております。これの、まあ、今こうラインナップいろいろあると思うんですけど、本能型の熱きカリスマ美容室ベログループオーナー島原剛、カットコンテスト日本一等の数多くの実績を持つ有名人御用達、関西屈指の人気サロンオーナー、全店のスタイリスト平均売上260万円超えという驚愕の数字を記録し、 YouTube では全国各地の美容師の学び場として絶大な人気を誇る。関西でメンズ市場を牽引するカリスマが志願者の心に炎を宿す。ペンシル、はい、BB クリーム、パウダー、コンシーラー、洗顔、クレンジング、これ全部、これでフルラインナップですよね。そうですね、今市場に出ているものとしてはそちらに書かせていただいている12商品のアイテムになっております。では僕の方からちょっと2点聞きたいのが、まずこのペンシル の、はい、この涙型でやってるペンシルは他ではないですか？涙型のペンシルは実際市場には他のアイテムもあります。メンズ用のアイテムとしてもあります。あ、なるほどなるほど、はい、あとこれぐらいのラインナップを揃えてるメンズの、はいはい、まあ要は全部お顔に特化したブランドですよね。はい、そうですね。その競合他社でこれぐらいの商品のラインナップを持ってるメーカーさんっていうのはどれぐらいあるんですか、今現段階で？そうですね、現段階では価格も様々あるかと思うんですけれども、うんうん、5社から10社ぐらいは同じぐらいのラインナップは、うんうん、持っているかなと思います。なるほど。その中で、はい、このムルクが特化した部分って何と言えますか？はい、ムルクが特化している部分っていうところは男性に使っていただきやすいというところにこだわって作っているんですけれども、はい、使いやすさ、はい、使いやすさにすごくこだわってまして、まあ、まず手に取っていただけるっていうところから見た目の部分、まあ、これは全商品に統一しているところなんですけれども、デザインのシンプルさであったりとか、あとは筆圧だったり、伸ばしやすさだったりとかはすごく男性と女性でメイクをしている経験とかも違うかと思うので、男性に使っていただきやすいっていうところはそういった点でこだわっています。なるほど。使いやすさが一番売りっていうところですね。はい。はい、わかりました。福本さん時代こうメンズのコスメにずっとこう携わってはると思うんですけど、はい、僕とかは実際こういうの使ったことが全くないんですけど、はい、まあ、そんなも含めてこうずっとメンズコスメを見られてこう感じたこととかっていうのはありますか？はい、はいはい、メンズコスメ、私はもう新卒で前職入社した時からもうずっと男性のコスメだったりスキンケアっていうところに関わってきたんですけれども、本当におっしゃっていただいているように男性の方でなかなかそのメイクのアイテムとかスキンケアにも触れていないっていう方って結構いらっしゃるっていう印象があります。ただこう接客とかしていたり、あと今の事業の中でも開発ではあるんですけれども、会社の中でやっている別のサービスの利用者様、お客様の意見を取り入れながら商品開発をしているんですけれども、その中で使ってはいないんですけれども、話を聞いていると悩んでいることがあったり、ただその悩みがどういうふうに解決していいのかわからないっていうところだったり、あとはこういう方法を知っているけど少し抵抗があるっていう声とか、そういったところはすごく聞きます。僕も、はい、もう毎月やってもらうんですけど、はい、それやるまでは、はい、こう眉毛やりたいけど、はい、形もどうしていいかわからないし、はい、もう実際これを渡されてもじゃあ描いてみてくれって言われたら、はい、描けないし、はい、
で、これが美容室で形を教えてもらって、これをじゃあこうやって使いなさいって言われると、はい、嬉しいやろうなとは思うんですよね。なんかこう相談できない人ってたくさんいるやろうなとは思うんですよ。はい、すごいいいなとは感じたんですけど、これが値段とかがあってくれば、全然買いやすいところであって、はい、窓口がたくさんあればいいなと思いますよね。はい、うん、現状この商品はどこで販売されてるんですか？主に Amazon を中心にネットで販売をしておりまして、うんうん、Amazon ですとか、あとまあ一部楽天の方とか拡大はしているんですけれども、うんうん、ネット販売が主な販路になります。なるほど。それに関しては自社サイトの販売というのは考えてらっしゃらない？自社サイトの方も持っているんですけれども、はい、うん、まだその広く認知されているブランドではないっていうところから、なかなかその自社サイトに行き着いていただくっていうところまでが難しいところになってまして、で、Amazon っていうのがアイブロウペンシルっていうふうに探される方ももちろんいらっしゃるんですけれども、例えば眉毛が薄いとか、そういう悩みをこのキーワードのボックスの中に入れて検索される方とかもいらっしゃるので、そこからこうムルクとして知ってもらうっていうところはもちろん目指しているところではあるんですけれども、まずは悩みを解決するアイテムとして一つ一つの商品を売り出しています。その延長線上に、はい、その美容室などの販売、美容室とかで扱ってもらうっていう計画ってことでよかったですか？はい、はい、その美容室展開の、まあ、ざっくりとした目標とかってありますか？はい、まず今は卸のところでは約10店舗程度、あと有名なサロンさんでしたらプラス8さんっていうメンズの眉毛のサロンさんなんですけれども、そちらの方で取り扱いはしていただいているんですが、美容室だったり眉毛サロンだったりそういったところに卸っていうところは着手できていないところだったので、まずは広く知ってもらえるっていうところで、具体的にどれぐらいにできるかっていうところまでは実際にできていないっていうのは正直なところなんですけれども、今提携していただいているところでしたら月に30からまあ50本ぐらい販売はしていただいているので、他のサロンさんに卸していただいてもそれぐらいは可能なのではないかなというふうには考えております。いや、それは可能じゃないですね。で、なんでかっていうと、はい、プラス8さんは眉毛専門なんですよ。はい、で、美容室は眉毛は専門じゃなくて、はい、まず教育からなんですよね。はい、教育ができてないと、はい、その美容師さん自体が眉毛を分かってない人が多いんですよ。はい、なんで絶対こんなには 100% 売れないと思います。そうですね。なんでまず入んないといけないところは、はい、男性の眉毛がどういうふうにすればかっこいいのかっていうところの理論をちゃんと美容師さんに分かりやすい資料とかを作って、はい、教育から入んないと、はい、なかなか普及するところは、僕は実際僕も美容室でアイブロウもやってますし、はい、ペンシルも販売はしてますけど、はい、実際うちの美容室で もう眉毛やられる方結構いらっしゃるんですけど、はい、眉毛のペンシル1ヶ月ちょっと僕何本売れてるか分かんないんですけど、はい、体感で10本も売れてないと思います、うちでも、はい、しかもメンズ特化型の美容室ですよ、うん、それでもやっぱり売れてないんで、やっぱり根本的にもっとどういう風に描くのかとか、はい、どういう風な眉毛がかっこいいのかっていう根本的なところを、商品を作るだけっていうじゃなくて、はい、それよりももっと大事なことって、まず先にどういう風な形で使っていただくかっていうことをもっと明確にしないと、はい、なかなか厳しいんじゃないのかなっていうのは思います。はい。はい。ありがとうございます。本能型のカリスマが早くもプランに噛みつく。波乱の予感がする今回の挑戦。しかし、まだこれは序章に過ぎなかった。技術からサロン経営まで、美容師はオンラインで学ぶ時代。ビューティファインド。詳しくは概要欄から。僕のおっしゃる通りで、商品の資料はいただいたんですけれども、はい、まあ、これをどういう形でビジネスとして、その展開していこうとしているのかっていう部分が、まあ、今のところ全く見えておりませんので、はい、反骨の投資家ビビエールオーナー木村雅樹。幼い頃から親のいない壮絶な家庭環境で育ち、しつけ、学歴、親の援助、全てがゼロの状態から未来だけを信じ、20歳で起業。そこから10社を超える法人を立ち上げ、現在も松育サロン、ドッグサロンなど複数店舗を展開。あまたな失敗の上に築き上げた現在のスタイルは、株式投資を中心とした資産運用と才能ある人材を起用した事業投資の二刀流。目先の利益にとらわれないその目は、あざとく資産拡大を狙いすます。まあ、その辺を少し具体的に掘り下げられたらなと思って質問させていただいてます。その美容室に展開するにあたって、どういった形で、例えば初年度何店舗ぐらいだとか、
どこを中心にだとか、まあ、そういったそのビジネスモデルそのもの、商品は開発できてるわけじゃないですか、はい、そしてまた販売もしてて、はい、ある程度いい口コミももらってるわけじゃないですか、はい、だけどこれをもっと世の中にブランディングとして展開する、で自社サイトではそのブランディングがなかなか難しいから、はい、美容室などの媒体を通して、はい、ブランディングしていく、はい、だとすればそこに対するその考え方というか、はい、思いというか、まあ、その辺をもうちょっと深く聞かせていただきたいなと思います。はい、はい、なんか実際にこう、うん、オペレーション的な部分なのかなっていうのが、うんうんうん、先ほど郷さんのところも、その通りです、その通りです、多分そこは共通点が一つ、はい、実際今多分おそらく、はい、今10サロンさん下ろされてる中で、はい、まあ、こう要望があった時に、はい、スタッフさんとかがしっかり学ばなきゃいけないじゃないですか、はい、それに対してこうフォローされてるような内容とか、なんか具体的に、具体的な取り組みとか、うん、はい、正直商品開発には携わっていて、商品にはすごく思いを込めて作っているっていうところは本当に間違いないところなんですけれども、その販路に関してはあまり関わっていないっていうのは正直なところで、お客様向けにホームページとかで眉毛の簡単な描き方とかそういったところは紹介はさせていただいているんですけれども、サロンに向けてのレクチャーとかまだ資料がまとまっていないっていうところが実際の今の現状ではあります。今まで全くこういったところに着手できていなかったので、今10店舗程度なんですけれども、まあ、まずは大きく言っていてちょっと甘く考えているって思われるかもしれないんですけれども、まあ、100店舗とかそれぐらいにできると知ってもらえる幅も広がるのではないかなっていうふうに思ってます。今商品開発として主に活動されていて、はい、マーケティングの部分の担当者の人っていうのは社内にはいらっしゃるんですか？はい、そうですね、はい、別でいるんですね、はい、ちゃんとこの商品を、まあ、美容室と通じて先ほどブランディングされている目的があるのかなだったと思うんですけど、今回コネクティングカードを希望されている中で、虎の皆さんに対してのなんかこうプラスになるようなメリットになるようなところをこう皆さんにお伝えいただけるとすごくこうイメージしやすいかもしれません。例えば今成功されているサロンさんがこんなメリット出てますとか、それを実際美容室さんとかアリアスサロンさんで利益が出るとか、なんかそういったところをなんかお話もしいただければ。はい、実際のところその美容室さんの経営だったりそういったところにも勉強不足っていうところは正直なところあるかと思うんですけれども、この眉毛のメニューっていうのは短い時間でできるっていうところが魅力かなっていうふうに思っておりまして、カラーとかパーマとか、まあ、様々メニューがある中で眉毛のカットだったりその仕上げに描くっていうところって、本当にこの仕上げの描く作業っていうのは3分とかそれぐらいできるところになってくるので、そこで単価を取れるってなってくると美容室さんとかサロンさんの方でもメリットにはなってくるのではないかなっていうふうに思っております。使いやすさが売りだったってあったんですけど、はい、何か補足とかもしあれば。メイクとかされる方とかですと、まあ、メイクアップアーティストの方とかそういった方が使われているアイテムってこういった市販のアイテムじゃなかったりとか、まあ、プロが使いやすいものとかっていうものがあるかと思うんですけれども、やっぱりそのサロンでできたとしても家に帰ってそれが再現できなかったらやっぱり意味がないのじゃないかなっていうふうに思っていて、実際の店頭で眉毛のサロンとかの仕上げでこういうアイテムを使う、男性でも使いやすいアイテムを使うっていうところで、家に帰ってから翌日とかお出かけする際とか同じ使い方で美容師さんとかスタッフさんがされたのと同じように仕上げられるっていうのが魅力かなっていうふうに思っております。日本のそのメンズマーケットに関してちょっと教えていただきたいんですけど、はい、今のこのムルクが目指してるっていうブランドのそのマーケットっていうのはどれぐらいなんですか？アジアのビューティーイノベーター、美学 CEO、リー・ソンファ。中国で生まれ、育ちは韓国系。二十歳で留学生として来日し、そこから25歳の若さで5店舗までサロンを拡大。その後、日中韓美容業界の駆け足として使命を感じ、美容学校 GBA を設立。アジア各地でジャパンビューティーの啓蒙に取り組む。現在は越境ブランドマーケターとして活動する一方、中国で勢力を拡大するライブコマースプラットフォーム、フェイユーのジャパン CEO も兼任。アジアの美容革命に挑むイノベーターが志願者の魂に命を吹き込む。例えば1億2000万っていうのが日本の全人口だとしてたら、はい、半分割ったら多分6000万っていうのがメンズだと思うんですよね、はい、で先ほどおっしゃってたそのメンズ その悩みを持ってるメンズっていうふうにおっしゃってたんですけど、はい、およそどれぐらいのマーケットっていうのがあると予測できるんですかね？そこに関しても本当に勉強不足で申し訳ないんですが、何人とかどういった規模、あと売上だったり人数っていうところの規模っていうところは正直私の方で捉えられていないっていうのが実際のところです。ただ今女性のところと違ってメンズマーケットっていうところは、女性ってこう悩むとみんな解決できる、まあ全員が全員ではないと思うんですけれども、
悩んだ人はそれを悩みを解決できるアイテムっていうのを知っているっていう状態にあるかと思うんですけれども、男性って悩んでいてもまだどうしていいかわからないだったり、その悩みを助けられるアイテムがメンズ用のものでなかったりっていうのがあるかと思うので、まずは私はそこをしっかりカバーできるように、まあアイブロウも今そうなんですけれども、今弊社が出している12アイテムでは補えない部分っていうのがまだたくさんあるので、どういった男性の悩みであったり悩みに気づけていない方とか、そういった方の手助けにもなれるような商品っていうところで考えてます。そしたら多分その、はい、マーケットの規模とかっていうより、本当にこのムルクっていうブランドをこれから先男性の悩みの解決のためにっていうので、はい、多分育てていこうっていうような多分意思で、はい、このブランドが誕生したと思うんですけど、はい、まあ、世の中にはこうブランドっていうのはたくさん存在していて、はい、欧米系もありますし、隣のなんか韓国でもあんだけ5000万人口でも5万個ぐらいのブランドが存在してるんですね、うん、はい、っていうようなところでムルクのそのブランドのストーリーっていうか、その熱い部分っていうのは何かなっていう、はい、そのムルクっていうのはなぜ誕生してって、ムルクっていうその意味合いっていうのはどういう部分かっていうのを教えていただきたいです、はい、ここまで一言も口にすることのなかったアイブロウ界のパイオニア、次回ついに彼女が重い口を開き始める。それがこの現実だと思うんですね。美容室で販売するアプローチっていうのはもう全く違うくて、僕はこれを2500円でまだ買えないんですよ。そういう体験をしていただける方を増やしたいなっていうふうに販売、うん、そういうのですよ聞きたいのは。そういうところをもっと深く聞きたいんですよね、はい、サロンの虎、志願者虎募集中。詳しくは概要欄をチェック。